サボイア・オスタ家の紋章サボイア・オスタ家は1845年にピエモンテ・サルデーニャ王家であるサボイア家から分かれた分子。本家は1861年から1946年までイタリア王国の王家の地位にあったためイタリア王室の一員とされた。当主はアオスタ公の儀礼称号で呼ばれた。アオスタ公の称号はアオスタ渓谷にあったサボイア家領の一部。 アオスタ伯領を13世紀中央にンシュタウフェン王朝の新生ローマ皇帝フリードリヒ2世が公爵領に昇格させた時から始まる。アオスタ公領は1539年から1563年にかけてのフランス占領時代を除き常にサボイア家の領土だった。アオスタ公の儀礼称号はサルデーニャ王ビットリオエマヌエーレ1世が1802年に 王位を継ぐまで使用していた。サボイア・アオスタ家の子祖であるアメデーオは、サルデーニャ王、ビットリオ・エマヌエーレ2世とその王妃である、オーストリア大公女マリア・アーデル・ハイトの次男であり、1845年に誕生した際に、アオスタコの称号を授けられた。父王ビットリオ・エマヌエーレ2世は1859年に、第二次イタリア独立戦争に勝利し、1861年に、 イタリア王に即位した。アメデオは1870年、スペイン名誉革命に際して成立した暫定政権からブルボン家に代わる新しいスペイン王として迎えられ、アマデオ一世を名乗った。しかしその後の政治情勢の転変により、1873年には大位を余儀なくされた。第二大党首のエマヌエーレ・フィリベルトは、1876年に、 母親のマリーア・ビットリア・ダル・ポッツォ・デ・ラ・チステルナより、チステルナ・イコール・ベルコー、ボゲーラ・公爵、ポンデラーの伯爵の称号を相続した。これらの称号は、アオスタコの称号とともに、以後のサボイア,アオスタ家の当主に受け継がれることになった。第四大当主のアイモーネは、1941年に、数軸国の外来国家として建国された、クロアチア独立国の国王に衰退され、 トミスラブ2世を称したが、1943年には、王位を放棄させられた。そして1946年のイタリアの共和制への移行により、王族としての身分を失った。第5代党首で、名目上のアオスタ公であるアメデーオは、2006年に、本家の党首であるビッドリオエマヌエーレ元王大,大使のサボヤイ,イエイエ長としての地位を否認し、自らがサボヤイ,イエイエ長であり、 名目上のイタリア王である、と宣言した。この際、アメデオは、儀礼称号として、サボヤ公を使うようになったため、それまで、プッテア公の称号で呼ばれていた彼の長男、アイモーネが、アオスタ公と呼ばれるようになった。ありがとうございます。